全米メディアも大谷の二刀流デビューに驚愕歴史的古代宣伝なかった。エンゼルスの大谷翔平23の二刀流として99年ぶりとなる歴史的なメジャーデビュー戦初勝利を、米国メディアも大々的に報じた。速報したのが大リーグ公式サイト。大谷が 歴史的6回デビューで勝利を挙げるとの見出し。大谷がマウンドに上がる約3時間前のクラブハウス内の様子として、マイク・トラウトが、この日本人のチームメートに向かい、迫る投球デビューへの興奮を、ショータイム。と表現していたとレポートした。大谷の登板を熱く期待したのはトラウトだけでなかった。 日本メディアの総勢240人が日曜午後のコロシアムを埋め、日本では月曜午前5時5分の生中継で大勢がテレビをつけた。そして彼らはエンゼルスがアスレチックスに7-4で勝利し、大谷が大リーグ初勝利を挙げるのを目撃することになったと日本の熱狂ぶりを伝えた。また 世界各地の監修の前で画期的な努力を見せる23歳のルーキーは試合を支配した。不完全な部分もあったが、素晴らしいパフォーマンスを見せた。彼の二刀流の挑戦は、現代野球の未知の水域へ彼をねじ込んでいる。日曜日、彼は19、1919年ボストン・レッドソックスのベイブ・ルース以来初めて、 開幕戦で投手以外で先発出場し、その後10試合以内で先発投手となった大リーグ選手となったと、メジャーで99年ぶりに本物の二刀流選手が誕生した興奮を報じた。チームの地元紙となるオレンジカウンティレジスター市は、大谷とエンゼルスが共に言ってきたように、春のキャンプは何の意味もなかった。 慣れていた春のキャンプの成績が、大リーグでの日本のスーパースターの準備について、多くの疑問を促してきたが、彼の大リーグ投手としての初登板は、球団外からの懸念を晴らすものだったと、その実力を認めた。記事は、大谷が立ち上がりに、アスレチックス打線を三者凡退で抑えた場面を、 大リーグで投げるだけの準備ができている投球内容を即座に見せたとし6回を投げて、3安打、1四球、6奪三振、3失点のうち、3安打と3失点が、すべて2回に許したもので、連打の後に、マット・チャップマンに、スライダーをスリーランにされた試合経過を報じ、大谷のフォーシームは、 常時97マイル約156キロから99マイル約159キロを記録し、急速に関する懸念も和らげた。100マイル約161キロにも数回達したと、そのスピードを特筆した。今から考えれば、アリゾナの乾燥して薄い空気が問題だったかもしれない彼のスプリッターはさらに良かった。 合計24球を投げ、打者は10度空振りした。大谷はエンゼルス打線とアスレチックスの守備のおかげで、7点の援護を受け、大リーグ初勝利を挙げることができたと続けた。USA トゥデイ氏も、大谷の初の大リーグ先発は、短い当番 KO となる可能性もあったが、エンゼルスの日本人ルーキーは、 2回のつまずきの後立ち直ったと伝え、右腕は最後に対戦した15人中14人を打ち取った。急速表示では100マイル約161キロも記録。2回以降、アスレチックスは大谷に対しチャンスはほとんどなかったと2回を除き、その投球内容がほぼ完璧だったことを紹介した。また 大谷が春季キャンプでは85球以上を投げたことはなかったが、この日は5回で84球に達していたものの、エンゼルスが4の3とリードする中で、マイク・ソーシア監督は、大谷を6回のマウンドに送ることにためらいはなかったとも伝えた。アスレチックスの地元紙であるサンフランシスコ・クロニクル市は、 アスレチックス側からの見方で記事を作った。この春のキャンプでの大谷の限られた当番機会での乱れから、23歳の日本人の二刀流選手の実力は古代宣伝だ、と取り上げられていた。しかし、彼の速球は99マイル、約159キロに達した。スプリットフィンガーは沈み、オークランドの打者のバットをくぐり抜けた。 チャップマンによるスリーランは、大谷が無敵でないことを示したが、アスレチックスは、それ以外にほとんどできることはなかったと、白旗を挙げた。アスレチックスのボブ・メルビン監督は、試合前に、初対戦となるアスレチックスの打者は、登板中に、彼が何をするのかを理解しなければならず、大谷が最初は有利に立つとの予測をしていたという。 だが、同志は、打線が大谷の武器を学び始めだったことを差し引いても、それを打つのは難しいということが証明されたと、絶賛し、1回に、先頭のマーカス・セミエンをはじめ、最初の4人中3人から三振を奪った投球内容を紹介した。また、チャップマンの逆転スリーランの場面をクローズアップ。 それが大谷を揺るがせたのかもしれないが、彼は、動揺したそぶりを見せなかった。23歳は、次に対戦した15人に対して、マット・ジョイスへ与えたシキ以外、十四14人を打ち取り、6回92二球の投球で、勝利投手の権利を持って、マウンドを降りたとも報じた。大谷は、